それでは試合の方を開始していきましょう。野獣と美女対ゴナ東京の試合です。波動ファイト。さあ始まりました、野獣と美女対ゴナ東京の試合です。さあ野獣と美女の方は5221-1135-5221というステータス、逆にゴナ東京の4321-1135-5221、1人ね4321のステータス、少し、エナジーボールが大きいサイズの選手がいるという形となっております。チャージ数はね変わらないので、あとはねその先というところでしょうか。さあ両チームともまずはシールドを展開。さあライフ1の選手を狙っているが、なかなか抜くことができない。試合展開がねゆっくりなのがマスターズというところでしょうか。やはりねライフ1、胸の前のこの4枚のお金がね1枚になっている選手を狙っていきたいところですね。ライフを4枚削ることによって1点入りますので、もうこの1枚の選手をとにかく狙うしかないんですが、なかなか取らせてはもらえない。さあここで残り15秒切っているが、両チームとも0対0。さあ両チームともライフが少ない。おっと先に取ったゴナ東京、負けられないと野獣と美女。さあ1対1どうなる、ドロー、避けるのがうまい。さあ1対1のドローオーバータイムマッチです。10秒後に試合が再開されます。先に1点を取った方が勝ちとなります。ファイト。さあライフ1枚の選手を狙いたいが、自分のライフもしっかり守らなければいけない。うまい、取ったのはゴナ東京。1対2でゴナ東京の勝利、おめでとうございます。